このカフカの発生回数を見てほしい。やばすぎ。どうも皆さん、こんちゃっちゃ、ぬるめると申します。今日は元素熟知マシマシの新型レザーを紹介しようと思います。なんやねるめろ、元素熟知マシマシの動画なんてみんな出してるよって思うかもしんないんですけど、あ、まあ実際そうなんだけどねまあそうなんだけど、まあね、私が普通のただただ熟知マシマシにした動画を上げるわけないじゃないですか。なのでちょっとね、本当にやばいから最後まで見てほしいです。じゃあ行きますよ。はい、じゃあまずレーザーのスペックからね、ちょっとお話ししましょう。まずレーザーってさ、元素スキルがクールタイム6秒でかなり短いんですけど、その固有テンプのね、覚醒によってクールタイム 18% 減るんで、なんと雷元素を付与できる元素スキルがクールタイム5秒で打てます。これは結構いいことですよね。で、しかも元素爆発がね、こうやってうーってやってルピカを召喚するんですけど、この爪一発一発で雷元素を付与できるので、結構意外とね、雷元素の供給としては結構優れていると。で、私が目をつけたのは、そんなレーザーの当たり前のとこじゃなくて、今レーザー見てくれ、雷元素を常に自分の身に付着しているのがわかるか、レーザーくんは。そう、元素爆発中ね、常に雷元素をレーザーくんは帯びるんですよね。はい、でそんなレーザーくんの相方として選んだのがベネットですね。ウィンドブルーム祭でもベネレザテーテーを見ることができました。まずね、元素スキルのクールタイム4秒なので、結構炎元素供給できます。まあ、でそんな当たり障りなことは私注目してるわけじゃなくて、 やばいのがベネットの元素爆発のこの素晴らしい旅の効果なんだけど、見てくれ、ここエリア内のキャラクターに炎元素付着効果を付与するって書いてあるんですよ。どういうことかっていうと、ベネットで領域展開します。領域展開で、こうするとエリア内にいる、今ベネットに炎元素ついてるし、レーザーくんに切り替えてもレーザーに炎元素つくんだよ。はい、勘のいいガキは好きですよどういうことかちょっと見せてやろうか。はい、これすなわちね、ベネットのエリア内でレーザーの爆発を使うと、自分自身に炎元素と雷元素の両方が付着するんだよね。ちょっと見てみようか。領域展開でレーザーで爆発、これでレーザーは雷元素と炎元素を帯びるので、何もしなくてもこんな感じで過負荷反応が起きてしまうんだよね。これ結構やばくない？ちょ、今元素付着のとこ見てほしいけど、炎雷みたいな感じで、まあ、すごいバチバチすると、これがねかなりやばいんですよね。はい、じゃあ実際に過負荷反応のダメージを確かめに行くんですけど、一応レーザーの熟知だけ紹介しようと思います。レーザー今熟知ね、まあ武器流血を浴びた剣、熟知187の体験と、で生物がね、もう熟知ぶっぱです。熟知実数値100伸びてる楽団の花、熟知82伸びている羽で、熟知メインステータス187の、楽団の時計、そして熟知187の杯に熟知187の冠です。でこれ全部合わせたレザーくんの熟知は全部で1000を超えて1009となります。やばいよね。で一応ベネットも紹介しておきます。ベネットでも過負荷起こすんで、ベネットは生物がね、共感4で組みました。元素反応を起こした時のチーム全員の元素熟知が120上がるっていう効果で、さらに熟知をみんなに配れるということで、今回は共感ベネットを採用しております。でまだ熟知に特化してるわけじゃないんですけど、まあ、熟知247ですね、これに共感の効果でさらにチーム全員120されるって感じです。じゃあちょっと一回ね、これで過負荷反応のダメージとちょっと過負荷がどんな感じで発生するか見ていきましょう。はい、で一応勝利先生連れてます。勝利シールドで守ってあげたいし、勝利先生の耐性ダウンでね、過負荷のダメージが伸びるんで。さあ、じゃあいくよ。領域展開してレーザーで爆発を切ります。こうすると何もしなくてもね、自分自身に過負荷反応が起きるから、密着してるだけでダメージ見てくれ、19397。ベネットの方でも過負荷起きてね、もうやばいことになるんだよね。過負荷の発生回数が異常じゃない、何もしてないからねこれはい、で何もしてなくてもあれだけ過負荷反応が起きるし、じゃあレーザーにさらに攻撃させたらもっととんでもないことになるわけね。でベネット、今回私命の星座貫突してますので、この領域内で、両手剣キャラの通常攻撃は炎元素攻撃になります。でレーザーの元素爆発でそのルピカ、この雷の狼が追撃するから、そのレーザーの通常攻撃が炎で、ルピカが遅れて雷で攻撃するんで、1回の通常攻撃で炎と雷が供給できてね、殴るだけで過負荷が確定するんですよ。ちょっと行くよ。これで通常攻撃が炎の攻撃になってるから、これと爆発合わせてね、通常攻撃は炎でルピカの追撃が雷で、殴るだけで過負荷するんだね。ほらレイモンドももう大変よ、もう過負荷起きて死んじゃうよ。はい、それでは過負荷レーザーで魔偶剣気を削ってみましょう。勝利シールドで炎耐性下げて、まずねベネットの共感4セットでチーム全員の熟知を上げます。はい、これで過負荷レーザー、まず過負荷で2万ダメージだし、まずねレーザーがいるだけで過負荷反応で2番ダメージ入るし、でしかも通常攻撃でも過負荷が発生するっていうので、あ、ちょっと魚の様子見に行こうよ、見に行くわ。はい、合流します。
や、こんな感じでね、まあ、すごいカフカが発生して2万ダメージの発生頻度がまあとんでもないのが伝わったかなっていうふうに思います。はい、そして今のがレザーの本気と思ってもらっては困ります。なんでかっていうと、原神には草むらがあるんですよね。この草むらで炎元素攻撃すると地面が燃えるんだよ。で、ここを使ってカフカを起こすことができるんだよな、こうやって。だからね、何もモンスターに炎元素を付着させるだけじゃなくて、地面の草むらでも炎元素が拾えるから、めちゃくちゃカフカを起こしやすいんだ。ちょっと実践してみようか。はい、なのでベネットでこうやって炎元素つけて、元素スキルでカフカで、しかもね、レザーってね、この命の星座貫突効果の天狼っていう効果があって、10秒ごとにレザーの体験が帯電します。で、帯電状態で攻撃すると、まあ、攻撃力 100% 分の雷ダメージを与えるってことで、スキルと爆発がクールタイムとかね、爆発がまだエネルギー溜まってなくて撃てなくても通常攻撃で雷元素を供給できたりもします。だからね、だからベネットでまた炎元素つけてあげて、レザーで通常攻撃殴るだけで、あ、ちょ、困りますちょっとずれないでくれるか。あー、はい、カフカドーンみたいなね、こんな感じで草むらを使ってもカフカが起こせるし、通常攻撃でもカフカが起こせるし、結構ね、カフカがバチバチに起こせるんですよ。はい、だからこういう草むらの上にいる遺跡守衛なんかはカモだ、カモですね、マジで。ちょっと行きましょう。地面も燃やしてどれくらいカフカが拾えるかっていうのを見てもらいたい。雷元素つけて、あ、カフカ無理か、よいしょ、行きます。カフカで19000で、草むらも燃えてますからね、すごい勢いで雷元素が拾えて、こんな感じで、むしろ物理特化レザーよりも早く倒せるんじゃないかっていうぐらい、このカフカレザーで簡単に遺跡守衛も倒すことができたりします。うん、こうやって草むらにね、いるっていう敵の状態を生かして炎元素を拾うっていう戦い方が最高に原神してるわ。このカフカ反応の回数を見てくれ。やっぱりまだね、カフカの仕様が分かってなくてさ、その草むらの炎元素でもカフカが起きて、モンスターでもカフカが起きて、レザー自身でもカフカが起きて、なんかね、まだクールタイムがどういう風になってるか分かんないんだけど、めちゃくちゃカフカがね、短期間の間にボボボボボボボって発生してめちゃくちゃ強いです、やっぱり。はい、というわけでね、カフカレザー紹介しました。通常攻撃の一発一発に雷が乗るっていうレザーの爆発で、しかも自分自身が雷元素付着状態になるっていうレザーの爆発の使用は、本当になんかカフカ反応を生かしきれてるなっていう感じを受けます。でしかもね、その使ってる武器がこの流血を浴びた剣っていうことでね、星3なんですよ、レアリティが。そう、カフカのダメージってのキャラクターのレベルと元素熟知だけで決まるんで、別にもうレアリティなんか気にしなくてね、熟知ぶっぱでいいです。私のレザーなんて攻撃力1000しかないしね。しかも回心率も回心ダメージもいりません。とにかく熟知とレザーのレベルね、これだけでカフカのダメージ決まるんで、結構そうだな、原神始めたての人だとどうだろう、レベル90まで上げれなかったりとかはまああると思いますけど、まあちょっときついかもしれないんですけど、まあそうだね、その熟知の生物とかは結構持ってる方も多いと思うんで、ぜひ試してみてください。結構楽しいです、使ってみてください。飛ぶぞ。はい、それじゃあ皆さんお疲れ様でした。またね、原神の動画とか配信とかもしようと思うんで、またぜひ遊びに来てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。もしこの動画が良かったなと思ったらね、チャンネル登録とか高評価とかお願いします。はい、じゃあさよなら、バイバーイ。